はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第193回でございます。今回テーマが、こだわるために大切にすべきことっていう、まあいつもね、俺から喋りたいこと喋ってますけど、ちょっと伝えたいことを喋ります。はい。で、あと YouTube の流れっていうのと、6月1日についてですね。で、右下にちょっと頭にニョキって出てるのは、俺の部屋に置いてあるトトロの、まあ、置物というか、ちっちゃいね、置物があって、それ置いてるんですけど、気まぐれで出しました。特に意味はないです。はい。じゃあ行きましょうかね。で、あと、今回はですね、まあ、こだわりっていうとこなんですよ。まあ、もちろんみんなも生きる上でとか、勉強において、スポーツにおいて、まあ、いろんなことにこだわりが、ね、多かれ少なかれあると思うんです。で、自分ももちろんいろいろあるんですけど、で、まあ、今回は、ま、YouTube のね、話、まあ、YouTube やってるからさ、YouTube の話をちょっとするんですけど、勉強動画は、まあ、普段見ていただいてる方はわかるように、編集が入りません。全く編集せずに、アップをするんですね。で、自分のチャンネルの動画は、この勉強チャンネルの動画はほとんどないかな。クリスマスかなんかに、質疑を、Q&A のね、質疑応答っていうか、リクエストを集めた動画は、多少じゃない、結構編集したんだけど、そう、でも普段はしてないんですよ。ソフト持ってるんですけどね。で、普段の勉強動画の時はあまり言われないんですが、例えば今週上げたホワイトボードを使って喋る動画とか、このダラダラジオもそうなんですけど、編集した方が良くないですかって言われることはちょこちょこあります、実際。それはね、YouTube って、まあ、ほとんどの方が編集をしますよね。うん、特に有名な YouTuber さん。ね、昨日か。まあ、撮ってるのが今ちょっと土曜なんで、昨日か。はじめさんね、動画復活されてて、はじめさんとかはもちろん、編集ね、がっつりされますよね。ヒカキンさんとかもそうですけど、ものすごい時間をかけて編集をされてて。で、YouTube っていうのは、こう、やっぱり動画が長くなればなるほど、見にくいですよね。やっぱりサクッと見たいじゃないですか。サクッと面白くみたいな。ところがある、イメージなんです。自分の中でも。だから、やっぱり5、6分の動画、がやっぱりベストなんだろうなとは思ってます。ただ自分はダラダラ喋ったりしてしまうので、やっぱり長くなるよね。うん。だからこそ、編集して、ちょっとこうスピーディーに、こういうふうに間とかも取らずに、ポン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 って喋っていった方が良くないですかってやっぱり言われることはある。特に YouTube にやっぱ慣れてる方というか、普段から YouTube 多く見る方っていうのは、それに慣れてるから、余計に多分ね、俺らがダラダラ感じると思うんですよね、きっと。うん。で、その、こだわるために大切にすべきことって今回テーマにしてるんですけど、でも、自分は編集するつもりはないんです、このチャンネル。その、半年前のリクエスト動画は、ちょっとエンタメ要素というか、面白い動画、日本にね、寄ってるからさ、そういうのは編集していいと思ってるんだけど、勉強とか、こういう喋るっていうのは、うん、するつもりはないんです。でも、だからといって、みんなもそうだけど、何かをこだわるとき、それを否定するというか、まあ否定するというか、意見されることもありますよね、今回の俺みたいに。その時に、歯薄いんだけどって、知らねえし黙っててって思っちゃう人もいると思います。自分昔そうだったんですよ。そう、尖ってた時代。尖ってたっていうかね、そういう時もあって、意見しないで黙ってて、みたいなタイプだったんだけど、今はね、それじゃダメだと思ってて、何かをこだわりたい、何かをこだわっていくためには、そうね、テーマなんだけど、人からの意見とか、どっちかというと否定的な意見、っていうのに耳を傾けることはすごく大事なことだと思ってるの。で、それを大切にすべきことだと。それがね、今回伝えたいことなの。これ聞いてくれてる方はね、やっぱ学生が多いので、まあ自分が学生時代の時がその尖ってたというか、うるせえみたいなタイプだったからさ。もし俺があの時からちゃんと耳を傾けてられたら、ちょっと違ったと思うんだよね。俺、今の俺が。考え方とかもそうだし、きっと。もっと早い段階で、なんだろう、高いところに行けたというか、考え方がね、もうちょっと大人の考えに行けたんじゃないかなって思うんです。じゃあなんでわざわざ否定的なこととか、意見されたことに耳を傾けなきゃいけないのか。で、これにおいて、まずちょっと間違ってほしくないのは、バカにするコメントとか言葉とか、まあよく言うアンチコメントとかやつだよね。まあアンチな意見ですよ。みんなにとってアンチな。意見。バカじゃねえのとか、知らんなんかね、そういう系ね。は、それは無視。気にしない。何言ってんの大丈夫って思っていいから、それはね。いいんだけど、そうじゃなくて、私はこう思うよって、こう思うけどって言われた時、ちょっと否定的な方でね。で、それを聞いて、ムカってする時はあると思うんだよね。特に多分みんなだったら親とか先生に言われた時。まあみんな大人だよね。
から言われた時はやっぱりはって思うかもしんないけど、大事なことはなんでそれを言ってるのかなって、この人はなんでそういうふうに考えてるのかなっていうところをしっかり考えられるとちょっとね視野が広くなるんだよね。うん、もちろんね、まあ、特に保護者の方、お父さんお母さんだよの中で、例えば自分がこういうふうに進みたいとか、こういうふうにやっていきたい、こういうふうにやっていきたい、まあ同じこと言っちゃったよ、こういうふうにやっていきたいって時にそれを、いやちょっと待って、それやめときなさいって言われることもあると思います。こだわりでね、まあそれがまあ進路とかにね話もなど飛んでもいいと思うんだけど、それは単純にもしかしたらだよ、まあね、お父さんお母さんも人間だからさ、もう私利私欲のためね、自分のためだけに話してるお父さんお母さんもいるかもしんないけど、でも根本には例えば自分が、ね、お父さんお母さんが生きていく中でね、40年ぐらい生きてきた中でこういう失敗をしてきたから、娘とか息子みんなにはこういう風に失敗してほしくないなって思いがあるのかもしんないじゃん。わかんないけど、それはだからなんでこの人はこういう意見を言うんだろうっていうところまでちゃんと把握していくと違うものが見えてくる。さっきの話に戻ります。俺の場合ね、そうやって編集した方が良くないですかっていう意見、いやいや俺編集しないってこだわってるから口出さないでって言ってしまったらそこで終わりなんだよね。そうじゃなくって、じゃあなんでそういう風に思うのかなって、だしたら自分ね、俺が今思ってるのはやっぱり YouTube の流れっていうのはそうなってる、だからそういうテンポの方が見やすいって意見が多いんだろうな、まあ、そういうふうに思う方もいるんだろうなって、そう、それをちゃんと把握した上で、じゃあ自分の動画はこういうふうに見せていったらそういう方にも見やすくなるのかなとか、ちょっと間の取り方とかを変えてみようかなとか、話すテンポを変えてみようかなとか、そういうのはこだわっていけるじゃん。自分がもともと持ってたこだわりをちょっとずつ変化させて、もしかしたらどんどん進化できるかもしれないじゃん。そのね、変化させることによって。っていうふうにやっぱり思ってます。うん。だから、みんなにもぜひ、まあね、今現段階でもしかしたらそういうね、こだわりがピンと来ないかもしれない。来ないかもしれないけど、この先生きていく中で何か出てきて、で、それを否定する人が出て、否定するとか、意見する人が出てきた時に、突っぱねる。うっせえよって突っぱねるんじゃなくって、なんでこの人はこういうこと言ってんのかなって。でも考えた末に、いや、やっぱりこの人、なんか自分のために言ってるよなって。ね、みんな、言われたみんな側じゃなくって。ただ、言いたいだけじゃねみたいなふうに思ったら、それはね、スルーでパッて捨てちゃっていいから、その意見。知らないっていいんだけど。でも、言ってくれる人の中には、やっぱり優しさとか思いやりが根本にあって、でそれを含めた上で言ってくれてる方もたくさんいるからさ。うん、そういった意見を捨てないでほしいなと、気づいてほしいなって。で、それを気づけるようになったら、みんなが、大人になって、まあ、成長してた時に人に言えるようになるから、思いやりとかそういった気持ちを持って人に意見できる、人に意見する、ちょっと否定的な意見言って怖いんだよ、嫌われる可能性もあるから。でもそういったのがちゃんと伝えられる人になるから、自分が実体験してる分ね。なのでぜひこだわりっていうところには、そういう、まあ、否定的な意見とかね、意見されることがあった時にそれに耳を傾ける、ちゃんとっていうのを大事にしていってほしいなと思って今回これを喋りました。はい。まあ自分もね、まあ YouTube やってて、まあもうちょっとで丸5年になりますけど、こだわり、まあこだわることはこだわります。譲れないものは譲れないんで、もちろん。でも、やっぱりいろんな方の意見をちゃんと聞いて、なんだろう、流れに乗んなきゃいけないとか乗んなきゃいけないと思うし、うん。置いてかれちゃうからね、かたくなにそこで立っててもさ。だから、まあ流動的というか、流れをうまく掴んで自分のね、まあ自分の教育を譲っちゃいけないとかね、もちろんね、そこは譲らないんだけど、うん、やっていけるように、俺自身も頑張っていくから、ぜひみんなもね、まあこだわりを持ってというか、みんな自身のなんか、スタイルで、ぜひ頑張っていってください。で、最後、6月1日についてですね、まあさっき言った、6月1日で5周年です、この動画の活動を始めて。で、先週ね、何したらいいかな、みたいなのをみんなに聞いたら、やっぱり生放送が多かったですね。あと、グッズ発売してくださいとかね。そう、グッズはね、6月1日は間に合わないんですけど、自分本当に作りたくって、グッズ。あ、もう全然売れなくていいんだ。そう、全然利益とかいらないんで、もうグッズを作るっていう夢があるからさ。で、作りたいのが、パーカーなんだけど、自分が着たいからさ、そう。パーカーとか、あとね、スマホケースとかを作りたくって、個人的に。あと、文房具。なんか何か叶ったらいいなって。まあ、それは今年中とかにちょっとね、こう叶ったらいいなとは思ってるんですけど、で生放送に関してはやりたいんですけど、ちょっと遅い時間にしかできないっていうところと、まあ夜やりますよね。子供、うち息子2人いるんで、息子が寝かし
った後、まあ、俺が寝かしつけて寝かした後にしかできないのね。で下の子まだ1歳になったばっかなんで夜泣きで起きるんですよ。で起きたら生放送プチって切んなきゃいけないんだよね。ごめん泣いちゃったからごめんねみたいな。でツイキャスとかはたまにやってる時それで全然いいんだけど、 YouTube の生放送ほとんどしたことがないからさ、それやっちゃうとまずいかなと、せっかく来てくれたのにね。だから少しちょっとなんだろうなこれやるどうしようかなってまだ思ってる自分がいるのでまだ決定できないんですが、まあちょっとね意見いただいたんで、あとリクエスト動画ねあのあったんですけど、まあ、半年前にやっちゃってるのと自分であんまり来ないんですよリクエスト。そうそうそう、まあ勉強の相談とかが来たものを一気にですね一本の動画で返すっていうのもありかもしれないんですが、まあちょっとまた意見もらえると嬉しいです。ありがとう、お願いします。はい、あの一番面白かったのが、あのよしウーブに入ろうみたいな書いてあったねコメント欄に。あれめっちゃ笑ったわ。そう、いや記念にウームに入れないしね。そうそうそう、俺はどこにも所属してないんでね、あの、うん、そういうことはないんですけど、はい。まあ面白かったです、ありがとうございます。では今回はハイチのダラダラジオ第193回、こだわるために大切にすべきことというテーマで喋らせていただきました。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回であれなんだよね、まあ、次回は普通にまあなんか喋るんですけど、200回がねまた近くなってて、それ多分6月下旬かななると思うんですけど、まあそれもどうしようね、まあ何も決めてないんですけど、まあ200回記念とか、6月1日の、5周年のねまた意見ちょっとまた募集してますんで、まあ同じでね生放送がやっぱいいですとかあったら全然書いてもらって構わないんですけど、また何かあったら書いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。